5分でわかる超多機性。イエーイ君のハートにロックオン。私たち超多機めき宣伝部です。よろしくお願いします。はい、私たち超多機めき宣伝部はですね、ときめく何かを宣伝するために結成されたグループで、恋や青春をテーマに様々な楽曲を歌ってたくさんのときめきを世界中に届けてます。イエイ。はい、今から持ち時間30秒でカメラに向かって自己アピールをしていきたいと思います。初めてトキスを見てくださった方にも私たちの魅力が伝わるようなアピールをしていきたいと思います。皆さん自信はありますか？なんか間がありますけど大丈夫、頑張りますけど大丈夫、頑張りますけど大丈夫ですね。はい、楽しんでいきましょう。はい、いきますよ、よーいスタート。はい、皆さんこんにちは、超ときめき宣伝部超ときめきブルーのカナミンこと辻のカナミです。特技のアクロバットやります。いけいけカナミン。そう、うわー、あと15分、あと15分、あと超ときめき青年部の紫、超ときめきパープル、ジュリコとアンジュリアです。はい、特技の Y 字バランス披露します。おー、あと一応何年か前から特技に副顔と書いてるのでやりたいと思います。うわー、あとですね、右だけの眉毛を上げることができます。こうです。これあのちっちゃい頃やりすぎてママに右の眉毛どんどん上がってきたって言われたのでちょっと封印してます。以上です。イエイ。おー、すごい、すごい。じゃあ、ひとかいきます。はい、ちょっときめきレタのひとちゃんこと酒井ひとかです。最近好きな食べ物はたくあんで、昔から好きなのはいちごなので、いちごの歌を歌います。せーの、いちご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 、おひとついかが、いただきます。ねえねえ、ひとかのこと好きになっちゃった？うー、これからもひとかに恋してね。好きだよ。はい、超ときめきピンクの春子と小泉春香です。水の早飲みします。頑張って頑張って。ちなみに500です。500ミリリットル。くん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 、頑張って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 。あと15秒ですね。あ、でもいける、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 頑張れ頑張れ無理はせず、いける、無理はせず、歌いたいと思います。すだ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 あきです。わらびのもちもちあきちゃんちゃん、すだあきです。はい、元気笑顔元気フレッシュレモン、超ときめきレモンのあきちゃんことすだあきです。高校2年生です。私のチャームポイントは立っているお耳です。街中で立ってる耳を見つけたら、あ、あきちゃんだって思ってください。お願いします。あと特技はスカートをきれいに動かすことです。はい、超ときめきグリーンのヒヨリンこと吉川ひよりです。今からですね、胸キュンゼリフを使った新ネタを披露したいと思います。ねえ、構って構ってよ、構え構え。ねえ、構って構ってよ、構え構え。あと8秒ですね。構って構え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 。みんなで、よーい。終了。皆さんどうでしたか？皆さんどうでしたかって言われてもさ、もう構えしまったのに。構って構え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 。個性は出てましたね。そうだね、個性が豊かなグループってことが伝わったかな。そんな私たち超ときめき宣伝部が出演するボンバイ地上波の放送は1月11日深夜0時53分からです。皆さんぜひチェックをよろしくお願いします。お願いします。放送後には私たちのスタジオライブの映像もアップされますので、こちらもチェックをよろしくお願いします。お願いします。それでは君のハートにロックオン。以上、私たち超ときめき宣伝部でした。バイバーイ。
ございました。